って言うたびにね、ドン引きというかなんかこうふーんって言われるんですけどね。僕ね、あの桃色、桃黒あるでしょ、桃色クローバー Z のね、桃田かな子っていう人いるでしょ、一番センターの方とね、誕生日同じなんですよ。どうでもいいでしょしかもね、ちょうど10年後に生まれてるんですよ。僕が生まれた10年後に桃田かな子は生まれてるんですよ。どうでもいいでしょなんかドン引きされたいと、この話するためにへーって言われます。どうでもいいですよね。どうでもいいです。もう世の中にあるいろんな情報の中でもうトップってかワーストっていうか、まあ一番ね、ベスト3を争うのがどうでもいい情報ですよね。ドスコイと桃田かな子の誕生日が一緒っていうね、どうでもいい事実直樹さん、その人のことをももクロのエクボおばさんと呼ばせてもらってます。ももクロのエクボおばさん、あのね、僕の中では、ね、桃田かな子と、まあ、てかももクロっていうのはすごい若いイメージなんですよ。もう10代のね、もうすごい若い中学生か高校生ぐらいの子が、あのにゃー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 って言ってるイメージなんですよね。なんですけども、もう今はね、もう全員ももクロ今全員25歳ぐらいかな。うん、まあ25歳は全然若いんですけど、そのにゃー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 の時に比べたら、まあまあ年ですよね。まあに比べたらね。